<music> えと私は IT 企,業 IT 企業をして数億円でバイアウトした30代からの独身男です過去にも何度かひろくさんにご質問させていただたんですがいろいろ考えているうちに今後どうして生きていったらいいか分からなくなってきましたぼんやりもう一発当てたいという気持ちもあるのですが私は今後の数で何をして過ごしたらいいでしょうかひろくさんのおすすめを教えていただけたら幸いですえっとあの自分がどこに住むと幸せなのかっていうのを探してみてください あの、たまたま両親が生まれた場所で育って、で、まあ、あの、そこがたまたま日本だったので、日本語を喋って、日本の教育を受けて、で、今も多分日本に住んでるんだと思うんですけど、あの、他の国の方が幸せかもしれないよねっていうのもあって、僕、その、世界50カ国ぐらいは行ったんですよね。で、まあ、あの、結局、どこ行っても楽しいんだってことが分かって、まあ、どころ見るよになったんですけど、なので、あの、ただ文化とか考え方とかも国によって違うんですよ。 で、あの、僕、まあ、フランスにいるんですけど、フランスが、まあ、あの、うちの、その、彼女というか、奥さんというか、妻というか、サイ君が選んだんですけど、あの、まあ、面白いなと思うのが、あの、口喧嘩強いやつが勝つんですよね。要は、その、あの、まあ、言ってることが正しいんだったら、まあ、それはそれで筋が通ってるよねっていうのを、ちゃんと考慮するんですよ。で、日本の場合って、 あの、偉くない人が何を言ったとしても、かとされて終わりなんですけど、フランスの場合って割とあの、議論文化というか、あの、ま、確かにこの人言ってるのはそうだとすると、ま、言ってることは正しいよね。ムカつくけど認めざるを得ないよね。みたいなところが割と日本とかより強いんですよね。で、アメリカも実はそれがあって、 あの、でもこれルールに書いてないからやっていいんでしょって言われると、ああ、確かに書いてないから、まあ、しょうがないよねって納得してくれるんですよ。で、あの、ただ日本のいいところがあって、あの、法律には触れるけど、人の道には外れてないよねっていう場合は、日本は許してもらえるんですよ。 ただ、アメリカは、あの、人の道に外れようが外れまいが、法律にアウトだったらアウトっていうのがあって、なんでそういう感じで、その、どっちの文化のいいとこ取りをするかみたいなのを含めて、いろんな国の文化とか考え方とか、まあ、言葉とかっていうのを学んでみるといいんじゃないかなと思います。あの、まあ、日本の場合、その敬語っていうのがあるんですけど、あの、アメリカの場合、敬語という概念がないので、なのであの、偉い人が上っていうのがなくて、あの、みんなため口なんですよね。 で、基本みんなタメ口なので、どんな偉い人でもタメ口で喋るっていうのがあるんですけど、で、あの、フランスとこうの場合は、あの、みんなめちゃくちゃ丁寧に喋るんですよね。あの、その、 挨拶をするときも、とりあえず、じゃあ店に入るときも、必ずそのボンジュールとかボスワーとか挨拶をする。で、それしないやつは外国人だな、みなすっていうのもあって。で、人の名前を呼ぶときも、必ずムッシュな々なとかマダムな々なっていう、そう、敬称をつけるんですよ。で、それつけない人がいたときに、外国人か、めちゃめちゃ失礼なやつってみなす、みたいなのがあって。んで、割とその、すごく丁寧に喋る。 っていう。そういうかあの、ま、あ無駄にではないんですけど、そういうなんか礼儀正しい文化とかも、面白いなと思うんですよね。で、逆にあの、アメリカ人とかの場合は、ヘ、hey、イみたいな、ファーストネームで呼ぶみたいな、なあの、要は、あの、2回しかあったことやつやつに、お、oh,、マイク久しぶりじゃあ、元気してたみたいな言うんですけど、あの、フランス人全然なくて、その、あのムッシュ何々から始まって、で、タメ口を聞く時も、あの、タメ口を聞いても良いかな、僕らみたいな、あの、確認だったりとか、あの、ま、あこれぐらいだったらタメ口に変えてもいいよね。ちょっと タメ口文法違うんですよ。っていうところが、バランスがあったりっていうので、割とその、言語とか文化とかって、やっぱ国によって色々違うので、なんかそういうので、あの、自分が好きな国を見つけてみるといいんじゃないかなと思います。